現在プロ野球はストーブリーグ真っ只中。今年はなんか選手の流動というのがね、例年以上に比べてものすごい激しいイメージ印象というものがあるんですが、その中でジャイアンツも早速トレードでウォーカーを出して、ソフトバンクから泉圭介、高橋礼を手に入れる。これから動画2回にわたって巨人にやってきた2人の投手を巨人に加えてオートペナントで回して対決していこうと思います。今回戦うのはリリーバー起用の泉圭介。2023年少ない機会の中で大炎上をかまし、数日ズタボロで、それゆえにトレードを出された。この1年は確かにダメでしたけど、2022年までは全然リリーバーでの実績があって使われていた投手。ただその2022年大事な場面で打たれて優勝を逃す的なイベントが確かあったはず。あれでメンタル壊されて、また誹謗中傷もあったらしくてですね、まあなんか外に出られない的な感じで、メンタルがやられたゆえの2023年じゃないかな。今回オートペナントで回す際はジャイアンツに加えてリリーバー起用で回すわけになるので、その中どのような数字を残してくるのかどうか注目していきましょう。今回選手を作る際の球団設定はソフトバンク、オートペナントで回す際はジャイアンツですけど、泉はここから生えてきて数年間戦ってたわけなので、僕の作る選手もソフトバンク。そして持ち込みアイテムに関しては、相手の能力的に何かを持ち込むっていうのは野暮かなと。なので何も持ち込まない設定の中、いい選手を作って泉を超えて巨人の勝利に貢献できるリリーバー作ってみようよ。レッツ対決サクサクセス。初期変化球カットボール1がついてる。こんなスタートで、ここからどれだけ強くすることができるのか。そこまで強くない相手だからね、めちゃくちゃ強いのものを作っちゃったら張り合いがなくなるけど、まあそんなのは関係なしにね、今作れる最上級のものを作ったりましょうやんけ。そして最上級な数字を残したる。泉に関してはもしかしたらね、セリーグに来ることによって数字がガラリと変わる。ソフトバンクさんの選手そういうの多いからね、例えば今シーズン阪神に加わった大竹もそうやし、ソフトバンクの戦力外って他球団から言わせれば宝の山、取ったら当たりな選手が多いからこそ、こうやってトレードで手に入れたことは巨人的にはかなりビンでしょう。来シーズンの活躍が楽しみですし、まあ何にもできない可能性もありますけど、まあいろいろと期待ですよね。とりあえずステージ1に関してはこれで終了し、ステージ2、いきなり宝箱がある感じ。もちろん取りに行きますよね。力をつけるためにはああいうものを取る必要があって、で、中身は何なんでしょうかね。いいもん入っとけよ。スタミナ超人でリリーマなんでね、あればいいですけど、なくたっていい部分なんですけど、いつもあるんだよね。これを手に入れるんだよね。そこにある変化球パネルを踏んで、これは進化方向。そこにいるつもりに会いたい。めちゃくちゃいい能力じゃないですか。ただ会えないな。ちょっと待てよ。赤を踏むわけにはいかないから、よかった。こっちに来てくれて、特殊能力はくれへんのかい。球速3上げてくれる。ソフトバンクにはパワーピッチャーが多いですからね。なんならもう球速の遅い投手はソフトバンクにいらねえ。あとは打者で言うと打球速度が遅いやつはいらねえみたいな方針でやってるらしいしね。メジャー流といえばメジャー流。だから育成契約で選手取りまくっとるし、あとはなんか4軍までも作ったりとかもしてるらしいですけど、人が足りてないっぽいんですよね。またこのね、トレードで新たにやってきた泉とか高橋でとか、もう少し待ってちゃんとやったらもっと活躍できたんじゃねえのかなとも思うんだよね。いろいろと次から次が出てくる球団だからこそ、選手を使い潰したれみたいなのがどっかあるんじゃない。それでこっちにやってきて活躍してくれるんだったら、他球団からしたらウィンって感じだしね。振動出会って、なんだこれ、トゥーシームあたりくれねえか。あー、そこはくれへんのか。ちなみに3つ目ついた落ちる方向の球種はチェンジアップ。いいですね、球種それぞれは。赤もないけど青も少ないから、このステージに関してはこのまま最後ハテナパネルで、よかった体力下がるとか、そういういつもありがちなことはここにはなくて、それなりに温存できていて、これからステージ4、5を迎え、どれだけ強くすることができるのか。球速はやっぱ欲しいので、そこから上げていきたいんですけど、宝箱の中身は制球超人で、制球力は十分ついたから、こっからパワーピッチング振っていく。変化球も手に入れたいですけどね。幽霊に出会って球速とか特殊能力とか、あ、逃げ玉がついたな。プラス球速パネルそのものがないから、あまり上げれないんだよな。その上でカレンもやってくるし、どこ、わあ、わりかし近い位置、目つけられる距離感やないかい。これ一回ちょっとこっち行って、体力超回復でだいぶ温存できてるのはいい。一回くらいカレンに吹っ飛ばされてもダメージはないけど、吹っ飛ばされない方がいいよね。あー、その辺でうろちょろしてる。明らかにゴールのらへんでうろちょろしてますよね。これどうにかできへんの。どうにかできないですね。もうどうにしようもないですね。動きを、はっ、気分がかなり悪くなったんで、これ、いや、このままゴールに行かないとダメで、来るなよ、こっち来るなよ。あ、よかった、彼を避けれて、ゴールに行くことができたね。ゆとりあった状況からいきなり体力ガクッと下がって、ああいうことになるんですよ。怖いですよね、サクサクすすって。で、最終ステージを迎えちゃいました。いろいろ足りてない部分はありますけど、最後の最後強くすることはできるのか。コントロール、スタミナともにあるのは分かったから、もう最後は球速ね、あとは変化量を上げることができたらいいんだけど、変化球パネルもそんなない上に、球速パネルもさほどない上に、このステージ広いし、宝箱までも遠いし、下にシャッフルが固まってるんで、そこ踏みに行くまでに体力つきそうなんだよな。あかんな、このままだと。コントロールがあっても、それ
その上で体力、どっか心の病というか、君体蝕まれてるんじゃないかな。そんな日常的に体力下がりまくるやつって絶対病院行ったらもうステージ4か5あたりの何かが見つかるはず。余命3、4ヶ月ですよ、こんな日常的に体力下がりまくるやつはね。プロ野球選手になるべきではないと思うんですけど、あれどうしようこれ、もう無理じゃない、どこ行くにしても。一回そこにあるハテナ踏んでみて。はい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 、どうしようもなくなりましたとさ、そこにいる選手に出会って、で特殊能力を手に入れて打球反応丸を手に入れたが、もはやそれも何の意味もない。このままステージを終えればこいつはプロ野球選手になるけど、余命3ヶ月、入団とともに開幕前に死んじゃうだろう。でもこのまま終わりましょう、できること何もないんだから。コントロール、スタミナはあるけども致命的に球速がなさすぎる上に変化球もしょっぺーし、特殊能力も多くついてるわけじゃない。こんな投手を作りとうなかった。何よりも体がもろく余命数ヶ月な男。今回の対決がどうなるのか、泉もさほど能力が高くない選手なので数字に開きはあまりないかもしれないですけど、シーズンを終える時にこいつがいるのかいないのか、そこが心配。ちなみに今回は同じペナントで起用で回していこうと思います。いつも別々に分けて同じ起用って回し方してるんですけど、今回はリリーバーでリード時という起用法で1年のシーズン共に回してみたら、その中どのような数字を残すのか。あとソフトバンクにトレードで移籍したウォーカーに関しても DH 起用でオーダーに固定して、打つ分はセリーグでもある程度はできていて、問題は守りがひどすぎるがゆえにスタメンで機会は与えられず、ダメだこいつみたいな感じになっていて扱いきれなかった選手ですけど、やっぱ守備をしなくて良くなった分より打撃に集中できてウォーカーの良さが生きるはず。いろんな部分に注目して1回限りのオトペラント回していきましょう。1年のシーズン開幕。一年のシーズンが終了し、いろいろと気になる部分がありますよね。僕と泉の成績、ウォーカーの成績、またチームの順位、ソフトバンクと巨人のトレードを成功させた二つの球団が2023年よりも順位を一つ上に上げることができたのか。そこの確認をしていくと、セリーグ順位は、巨人は A クラス入ってますね。リアルでは2年連続の B クラスに沈んだジャイアンツですけど、一つ順位を上げた。その理由は阪神が弱かったから、なんか弱いんですよね。いつまでも弱いんですよね。早急にアップデを入れて日本一になれる阪神にしてください。対照的にソフトバンクも見ていくと優勝している。まあこれは別におかしなことではないかな。そもそも今ソフトバンク強いね。それだけの力がある、金銭力もあるから、これが当然じゃ当然。リアルでなんでああなった。その中ウォーカーがどれだけソフトバンクの圧倒的な優勝に貢献できたのか、そこの確認をこれからしていくと、ウォーカーはいました、打率2割9分、126試合、 DH で機会与えられての465打数の135安打、ホームランは27本、はチームトップ。柳田の衰えとかもあってか、チームの主力がホームラン打てなくなっていってる中、新たに加わった助っ人が27号も打つんだったら立派だよね。またいらない選手を出したトレードで手に入れるという、最高じゃないですか。打点も85打点だって素晴らしい数字を残してる。打つことに専念したウォーカーですからね。よりパフォーマンスを発揮して OPS って8割9分に出塁率も高いし、これ先に見ちゃったから数字のハードル高くなったぞ。そんな生半可な数字じゃダメだよね。これをトレードに出して2人を手に入れた、片方の選手がしょうもない数字だった、いやいらへんや、こんなウォーカーでよかったやんってなるよ。本命の数字をこれから確認していくが、チームは A クラス3位に入り、またその中リード時期用ということは、それなりの登板機会は必ず両投手とももらってるわけであって、両選手とも素晴らしい数字を残せたのかどうか。まずは規定投球回到達したピッチャーが並んでいて、東郷とかグリフィンとか素晴らしいじゃない。それに次ぐリリーバーがどうなのか、つながるリリーバーがいい数字を残してくれてるのか、防御率順で並んでますから、どっちが最初に出てくるのか。まず出てくるのは大勢だと思うんだけど、誰まだどこ、あ、出てきました。いきなり 2.73、 リリーバーの最優秀防御率が 2.73 の中川スタートで、その下僕の選手の 3.13、 めっちゃいい数字やん。悪くはないよね。めっちゃっていうのはちょっと言い過ぎですけど、悪くはない。でイニングも60イニングも投げとるから、お前最後までちゃんと生きれたんやな。絶対シーズンのもう序盤くらいに死んで終わりや思っとったんですけど、そんなことはなく、生きてることに対する動揺は止まらないが、いたそこも蓋閉じてね。その下に大勢の 3.42、 泉 4.10、 ここにいましたとさ。ほんで当番機会に関してはほぼほぼ同じですね。やはりリード時期用と同じペナント回すと同じ機会になって、数字の違いはパッと見であるよね。 3.13 と 4.10、 この差はすでに大きいぞ。さらにその下には 5.15、 5.43、 6.43、 6.59 と、このように続く投手がいるから、こんな投手だらけではもうやっていけへん。ウォーカーを差し出してまでも泉を取り、また高橋霊も取ったのがリアルなジャイアンツ。ただウォーカーがあれだけの数字を残したということを考えたら、ちょっとあの数字に対して僕の選手しかり泉にしてもインパクトは
当たりへんよな。最初に泉から成績を一通り見ていくと、49試合に登板して防御率は 4.10、 59イニング3分の1を投げての1勝3敗、1セーブ12ホールドポイント、奪三振は44個で三振率 6.67、 フォアボール32個でデッドボール1つの、四死球率 5.01、 被弾の数が10本で率は 1.52、 被安打67で被安打率2割8分、得点圏2割並ぶ4厘、対左やじゃない右になってくると3割2分5厘で、対左だと逆に2割3分とめちゃくちゃに打たれていない。ケースラッシュ BB 1.37、 WIP 1.67、 FIP 4.96、 自責点27点でフィニッシュと、一通り見た印象としては防御率の時点で良くないのに FIP で見たら 4.96、 つまりは内容の方がひどい投手なんですよね。内容すらも良くない、結果も良くないけど、それ以上にひでえってこと。それに対して僕の選手に関しては十分ようやったという印象を今の時点で受けますけど、まず登板機会55試合少ない差ではあるんですけど、違いがあるのは信頼の差じゃない。同じリード時期用でも抑えてる投手と抑えてない投手、どっちを機会与えたいかって言われたら当然こっちでしょ。 3.13 っていうのは良すぎるってわけではないですけど、悪すぎるというわけでもなく、特にリリーバーが崩壊してる巨人だと全然いい部類ですよ。60イニングを投げての3勝2敗と2回の敗北に絡んじゃってることは残念ですけども、まあそれだけの機会があったということ。ホールドポイント18個で、奪三振に関しては29で三振率 4.33 と、まあ三振取れるスピードじゃないからそれは仕方がない。フォアボール16個でデッドボールが1つの、四死球率 2.54 とフォアボールを与えておらず、被弾の数も5本と少なく、被安打率は2割8分6厘とちょっと高いな。ただ得点圏になると2割0分6厘、ランナーを出しても返されないということ。対右に対しては2割5分2厘、対左になると逆に3割2分4厘と、なんかすごい対照的な投手や。片や左は得意だけど右に打たれまくる、片や右にはそこそこ打たれるけど左にはより打たれるっていう、ようわからんな。ケースラッシュ BB 1.81、 WIP は 1.39、 FIP は 3.54 で年間自責点21点でフィニッシュと、前に見た投手の流れもあるからそれでも十分なんですけど、単体で見たらやっぱり防御率の時点からさほど良くない上に、内容の方が防御率よりもひどいんだ。出してるランナーの多さも気になるし、単体で見たらそこまでいい投手という印象もなく、これがまた来年再来年いるっていうのはどうなんだろう。まあそれでもやっぱね、これだけ倒壊を起こしてるクソみてえなリリーバーしかいない中であれば、こいつがすんごい光り輝いて発光してるんだよ。他に腐ったようなものしかいないからね、あの腐った糸引いてるマフィンみたいな存在しかね。そんな中こいつは発光は発光でも光る方の発光ね。もちろん両選手ともタイトルに絡むようなことはあるわけもないですが、まあ一応確認としてベストナイン、ゴールデングラブともにこのようになっていて、個人タイトルに関しても名前が呼ばれることはなく、取れるタイトルがあるとしたら最優秀中継ぎなんですが、横浜 DeNA ベイスターズの伊勢が受賞。49個を記録した上に防御率 2.85 はさほどいいってわけではないんですけど、まあ数が多いし、横浜優勝チームということもあるので、それだけの機会があるということで、まあ受賞するに値する投手だわ。時点で清水、あとは中川とか、あとは同じく清水ヤクルトね、これもいいですね。まあここまでっていうのはね、今回の僕の選手にも泉にも期待してない、これはあまりにもできすぎですから、それなりのパフォーマンスを求めていて、まあ、僕の選手はそのそれなりのハードルは超えてきたでしょうね。それに対して泉というのはこのホールドポイント順で並んでみても全体17番目、その中防御率も良くはない。過去の実績から見ていくと年々数字を悪化させていってて、今年のこれでしょう。余計に印象としても悪く、野球選手としての終わりももうすぐそこにあって、もうやめればっていう声もあっても不思議じゃない。求めていたそれなりのハードルは泉は超えられず。そして今回の対決の勝敗に関しては、同じ起用法でまたいつもとは違う同じペナントで回したからこそ、より勝敗の差っていうのが分かりやすいと思うんだよ。まずはそこまで多くない登板機会の差があること、これはやっぱ信頼の差なんですよ。片や抑えてる方、片やダメダメな方、どっちをより使いたいかってなった時に、やっぱ僕の選手の方が良かったから登板機会が多くなっていて、その中残してる数字、防御率、内容面で見てもね、単体で見たらそこまで褒められたものじゃないけど、対戦相手の泉しかり、周りにいる腐ったものですよね、糸引いたマフィンのようなもの、それらと比較したら全然いい方で光って輝いて見えて、細かい数字の比較はいらんでしょうね。もうパッと見の時点で今回の対決の勝敗、どっちの方が光って発光してんのか、どっちの方が腐って発光してんのか分かりやすく出ているわけであって、もちろんですが今回の勝者は、トレードされるような投手はちゃんとした理由があるということやね。その見切り力で得する球団もいれば、そこのうまく見切りができずに損する球団もいて、このオートペナントでは間違いなく巨人が損する形になりました。まあこれはあくまでもゲームでフィクションだ、リアルではない。実際の泉がどのような数字を残すのかっていうのは未知数で、ポテンシャルはあるし実績もある投手だからこそ期待はしている。次回戦う高橋礼編ではそういうものが見れて、トレード良かったって声を大にして言うことはできるのかどうか、興味があればまた次回見ていただけると嬉しいです。今回動画最後までご視聴いただきありがとうございました。